ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。やはり通電不良があると、止まってしまいます。鉄道模型は、50Hz ほどで走らせるとスムーズに走ります。本物の SL アップ EVVF じゃなくて、蒸気機関ですけどねわら。駅に到着します。次は、ゆっくり走らせてみましょう。鉄道省の島秀夫が主務設計者として C11 が誕生しました。 C10 の改良版が C11 蒸気機関車です。コンパクトで使い勝手が良く SL の中でも成功例です。現在も大井川鉄道東部の大樹として活躍しています。一周走らせてみましょう。途中を、すべてお見せします。あ、脱線した。車輪を乗せ直します。はみ出し停車しました。ということで、ご視聴ありがとうございました。